本土復帰直後にオープンした那覇市にある緑立体駐車場は老朽化に伴い現在の建物での営業を昨日終えて建て替え工事が始まります。家族で訪れた思い出の場所として、またアメリカ統治時代の名残を写真に収めたいと訪れた人たちの姿がありました。松本記者のリポートです。那覇の中心市街地、国際通りにつながる沖永通り。今から49年前、1975年にオープンしたのが緑立体駐車場です。ジュンク堂に本を買いに来たり本を読みに来た時にいつもまあ使って大那覇だでした。昔ねの時から時々来てたので、すごくなんか懐かしいっていうか思い入れのある場所なので。現在大型書店のジュンク堂が入るビルで営業していた大英の沖縄1号店大那覇とともに緑立体駐車場はオープン。衣類や食料品に飲食店など、地下1階から地上8階まで、それまで沖縄にはなかった商業施設という営業形態で、多くの県民が大那覇を訪れるときにはこの駐車場を利用してきました。子供の頃から大那覇、週末は大那覇に親と一緒に来てたんですけど、その時にもうここ駐車場止めて行くのがもうなんですいつものことだったんでそれで大きくなってもね、やっぱ駐車場ってなったらここに止めてしまうんですよ。その当時はまだそういうこういう大型施設っていうのは都心部ではないし、ましてこの隣接してこういう多層階の駐車場っていうのは多分あったとしても空港にあったかどうかぐらいじゃないかなという、私の記憶ではそう思いますね。緑立体駐車場を経営する糸峰敦秀社長です。およそ400台駐車できる自走式の駐車場は県内で先駆け的な存在でした。さらにこの駐車場にはかつての沖縄の交通事情を今に伝えるある特徴が。1975年にオープンしたこちらの緑立体駐車場、当時右側通行だった通りに合わせて入り口が右側、出口が左側という作りになっています。アメリカ統治下、右側通行だった沖縄、本土に復帰して6年が経った1978年7月30日、左側通行に変更される730よりも前に駐車場は作られました。730の前に建ってるんですね。右側通行ということを前提にして、この出入り口は今のなっていまして、730以降、この出入り口を逆にできるかって検討したんですけど、やっぱり構造上難しいということで、もうそのまま対応してます。これまで事故などはありませんでしたが、レンタカーが逆走してしまうこともあったそう。何気にこう入って思い起こせば確かにこっち側から入ったなみたいな、ちょっと寂しい思いはしますよ。というか今まであるっていうのはちょっとびっくりですね。残ってたっていうのがちょっとびっくりですせめて写真撮ろうかなと思って、はい、来ました。寂しいですね。大英がなくなった時もねちょっとね寂しかったんですけど、でもまた新しくまた駐車場になるんですか。これ駐車場になるんですか。来年オープンの予定みたいです。ああ、建て替えみたいな感じ。じゃあまた楽しみでもありますよね。ここの前面の方は平の駐車場になりました。そして後ろも全部壊して今の半分の規模で2層の立体駐車場ということになります。お客さんにとっては使いやすくなるのかなというふうに思います。
中心市街地の歩みと沖縄の歴史を映してきた立体駐車場。亡くなってしまうのを惜しむ人たちに見送られ、この建物での営業を終えました。駐車場ってこう何気なく利用する場所だと思うんですけど、このようにさまざまな歴史が隠れていたり、寂しさを感じる人もいたりして、本当にこう歴史を映してきた場所なんだなと感じますね。そうですね。以前は敷地内に鯉の池もあって、子どもたちが餌を与えるなど多くの人に親しまれた場所でした。来年春にリニューアルオープンします。